ライプツィヒ学術論争の1684年版に紹介されたグラディエレクトラールズ作詞2祭。左側はヘベリウス考案のスキュータムソビエショナム。ザクセン選定校の創建座はドイツの天文学者、歴参加のゴッドフリーとキルヒが考案した現在は使われていない星座の一つ。ラテン語でザクセン選定校の剣を意味する名前の通り、 当時のザクセン選定校、ヨハンゲオルク三世を称いて考案され、1684年版のライプツィヒ学術論争の中で、ヨハネス・ヘベリウスが考案したスキュータム・ソビエショナムと共に紹介された。ザクセン選定校の紋章この星座は、ヘビザの頭部と乙女座の間のアークトゥルス、テンビンザ・ベータ星、乙女座のミュウ星、タウ星に囲まれた領域に、 ザクセン選定校の紋章に見られる交差した双剣を模して描かれており、構成する星には、それぞれ J、O、H、A、N、G、E、R、G とヨハンゲオルク三世紀の名前を織り込むなど、明らさまな追従が見られる。星座を構成する9つの星は、以下の構成と同定されている。切る日の後にこの星座を取り上げる者はおらず、 ヨハン・ボーデなどの後の天文学者は、この星座の領域を、周辺の牛い座、乙女座、蛇座、天秤座の領域に分割した。他にもキルヒは、ブランデンブルク戦帝公、フリードリヒ三世を称えた、ブランデンブルクの王爵座や神聖ローマ皇帝、レオポルト一世を称えた、帝国宝守座などを考案しているが、いずれも1922年に、 国際天文学連合が現行の88星座を制定した際に除外された。ありがとうございます。